はい、皆さんこんにちは、渡りくるフィッシュです。では今回は提督の決断法をバープキット PC 版ドイツ軍プレイの続きをやっていきたいというふうに思います。で前回スペイン沖を取りましたので、そのスペイン沖を取った艦隊、巡洋戦艦を中心とした、この第一艦隊、ここに、提督ちょっと空きがあるので誰か乗せましょう。カールさん攻撃レベル A、 いいね。で第4艦隊、アウドムラとミンベですね、正規空母で、アキュラ型を改装させた発展型大型空母ということで、アウドムラとミンベル、こちらにはレーダー減衰と、ブリンクマン中将ということで、それぞれ能力的には航空力が高い提督を乗せています。であと従順とかにね、空いてる提督いれば乗せちゃいましょう。モンテ、操船レベル A、 攻撃レベル B ですね。ではこの第1、第4、第15、第1、第4、そして第15、この3つの艦隊をジブラルタルへと投入していきたいと思います。じゃあジブラルタルの戦力はというところなんですけど、イギリス軍の艦隊確認済みなのがこの第8艦隊が入っています。でこの第8艦隊、まあ従順クラスプラス駆逐艦ですかね。あとはカナリア沖がちょっと見えてないんですが、カナリア沖から増援が来る可能性があるというのと、気をつけなきゃいけないのが、爆撃機を中心とした航空戦力がだいぶ配備されているというところで、基地攻撃をするときは迅速に型をつけていく必要があるかなというところで、じゃあ早速続きをプレイしていきます。さあジブラルタルですね。ジブラルタルを取ってしまえば重要海域ということに限って言えば、一旦イギリス軍を完全に追い落とせるので、それはそれで本当にね、今後の戦いが有利になるんじゃないかなというふうに思います。まずは先制攻撃で爆撃機をもう飛ばしちゃいましょう。で潜水艦隊は全速力で海峡を突破。揚陸艦、これは揚陸部隊を出していきましょう。で敵の爆撃機が飛んでるな、ちょっと心配だね。空母はね、艦載機距離が
あるものを載せてるので、ちょっとね敵の基地から距離を取りましょう。アウトレンジ攻撃ができるような体裁にしていきますって言ってる矢先に、ちょっとね一旦委任を解いて2位に攻撃できるようにしましょう。さすが爆撃機だな。1トン爆弾積んでるだけあってかなり強力ですね。まあ、ただね本当にザルなんで、いわゆる装甲という面では敵の基地がもう一箇所あるはずなんで、それがどこにあるかっていうのをちょっとね見極めていかなきゃいけないけど、ちょっと待ってね、一箇所取ってるよね、二箇所目も取ってる、いやここがまだ残ってるな、いやここも破壊済みですよね、破壊済みだね。第二飛行場、そしてこの第一飛行場も破壊済みで、第三飛行場も破壊済みなので、あとは敵の艦隊だな。そしたら第一艦隊傷ついてる艦艇をちょっと撤退させて先へと進みましょう。発見したね、潜水艦隊は敵艦を発見したら攻撃に移りましょう。ちょっと見えないけど潜水艦が頑張ってくれてるなっていうのはわかる。駆逐艦だな、敵の駆逐艦の前に潜水艦がボコボコ沈められる始める前に先制で潜水艦に撃沈していこう。さあ敵の駆逐艦どこにいる？とわからないけど、一旦的の駆逐艦部隊は壊滅させたでいいのかな。じゃあ時間を早めちゃいます。
了解。うん、最後戦艦でしたね。第8艦隊これ壊滅させています。従順だったのかな最後はね。味方の王の損害、駆逐艦が1隻やられているのと潜水艦が4隻やられてますが、それと引き換えにジブラルタルを取ったのは本当に大きいですね。お、イタリア近海に敵の艦隊か。まあ、ここはまた艦隊は沖合に退避させてしのぎましょう。ここはねちょっとイタリア軍の戦力では厳しいので、はい、というわけでね、防衛戦は早送りにしちゃいましたが、艦隊は敵艦隊との交戦を避けて沖合に、退避で、基地も防御ができたので、ローマはねなんとか守りきることができました。でヘッジホッグですね、まあ、イギリス軍も潜水艦それなりに数運用してくるんで、ヘッジホッグは、すぐにでも開発してしまいましょう。1000円で済みますしね。はい、というわけで今回はドーバー海峡を取って本当にねもうイギリス軍をヨーロッパから追い出そうというのを本格化させています。すでにイギリス軍はヨーロッパでの重要海域、重要拠点をすべて、失ったというところで、まあ、シンガポールとかね、まあ、他にもいくつか重要拠点まだまだ持ってるイギリス軍なんですが、ヨーロッパをまず完全に抑えてしまおうということで、次回以降もね、戦域を広げていきたいというふうに思います。では今回はここまでにさせていただきたいと思います。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですねツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。